元プロレスラーのサンダー杉山さんが22日の夜、心不全によりお亡くなりになりました。サンダー杉山さんは64年東京オリンピックレスリング代表として活躍。その後日本プロレスをはじめ数々の団体で人気を博しました。心からご冥福をお祈りいたします。